あけましておめでとうございます。長山です。あけましておめでとうございます。クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。 今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますいやー、明けましたね、長山さん。いやー、明けちゃいましたね。うん、いや毎年言ってるけどね、このね、その、うん、<laughs> 収録、が年明け前に収録してるけど、年が明けたて、ね、みたいな感じ。全然今、このタイミングだと、明けてる感じしない。全然しないですね。振り絞ってる感じがしますけどね。はい、2022年ですか。うん。で、あれですよ、ちょっとしたらもう、またオリンピックありますから、びっくりすることに。2> え ?2 月に。あ ン東京オリピそう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 あそっかそっかんか1年間ずれてるんでなんか変な感じかねマちゃマちゃしてますねうんうんはいやって今年もね「おっさん FM」は元気に全国の日本全国全世界のおっさんに元気を夢と元気を届けていきたい届けたことはあるかどうか分かりませんがやっていきたいと思っておりますはいやっていきましょうはいということであのねゲストの会ということで今年一発目のゲストですね 年始を飾るにふさわしい方をお呼びしておりますのでちょっと早速ですけど読んでみましょうかはい、えー。株式会社ソニックガーデン代表取締役社長の倉之さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますいや来てしまいましたよ倉之さんがあ来ましたおめでとうございます来ましたおめでとうございますあおめでとうございますいや今年もよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いしますいやそうなんですよね倉之さんはあのー、ね もう多分このポッドキャストを聞いている方で、ご存知の方も多いと思うんですけども、うんうん、あのー、私との接点がね、もともとあの、同じ会社、TIS というところに、はい、そうですね。はい、いまして、先輩後輩の関係、ねうんうん。黒柳さんが先輩で。ありもうそれはもうはは大先輩ですね。は、ね、い,い。ちょっとだけ先輩をさせていやでも正直僕、ちょっと今日緊張してるんですよね。<laughs> <laughs> <laughs> あの、あの九州のね、やっぱ人間なんでね、やっぱこう、なんでしょう、その組織の先輩。 っていうその立ち位置だけでちょっとピリッとするものが。あ、はい、そういうのあるんですかなんかね。<laughs> いやいや、いつもそんな感じじゃないでしょ。<laughs> <laughs> <laughs> あるんですけどね。はい。そうなんですよ。あの、ま、そこでその TIS で、はい、の接点があるっていうのと、あの、倉貫さんは、あれですよね、お名前が吉人さんで。あ、そうです、ね、あの実は私、吉尾でして、イニシャルが一緒なんですよ。しかも、漢字の同じ「よし」を使ってて。 あのこれは、ね、勝手に僕の「よしあるある」あると思ってるんですけど名前によしって漢字がつく人はなんか同じ漢字使ってる人にえらい親近感があるっていう <laughs> それ少ないですからね <laughs> クイズさんだけじゃんい,いやそんなことないですようん、うん、あのなんかよしって、はい、あこの人もよし同じ同じグループなんだなみたいな、うん、<laughs> そういうふうに思っておりますはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいで最初にねまあその TIS という、まあ、SIR 時代の,のそうですね あの永山さんがね、どこで知り合ったんですかみたいなことを言ってましたもんね。<laughs> そ,のそうそうそう。ね、だって、なんでクリスさん、こんな倉野木さんの知り合いなのっていう。<laughs> ビッグ、ビッグ、ビッグ、純粋な疑問がある純粋な、はい。いや、あれなんですよ、TIS 時代にあの倉野木さんが、やっぱその、なんでしょうね、まあ、倉野木さんの会社って、あのリモートワークとかをもう早くから取り入れて、うん、なんかオフィスを、えー、あんまり使わずに。 っていう感じでやられている会社ですよね、倉野木さん。うん。うん、あ、そうですね。はい。結構ね、すごいこうアグレッシブな方で、TIS 時代もね、その、社内に SNS を作ってたんですよ。おー、え、社内 SNS を自前で作ってたのそうです社内 SNS がね、あの、当時、まあ、社内で情報共有する仕組みが全然なくて、で、あの、僕、ちょうど大きなプロジェクトが終わったかなんかで、で、 自分のメンバー、部下もみんなその別のプロジェクトに持ってかれて、あの、社内で暇してたんですね。<ー> <laughs> で、まあ、社内ニートみたいな状態になってた時期があって、これちょっと暇だから何かしようかなと思って、社内向けの SNS でも作ろうっ,ってアングラで、あの、社内に。すごくないですかアングラで二千2000人、二千人ぐらいいたか、二千人ぐらいかなその時。ね、いた時に、あの、 まあ、会社の。社員が2000人ですか社員が2000人ですよ。あ,あ、そうそうです、当時ね。<す>その TIS の中に。えー、で、アングラで作って、あの、社,社内システム、社内社員しか使えないシステムなのにあの、あの、当時はミクシーっていうのがあって、そのミクシーを真似して、招待制で始めよう。<laughs> <laughs> <laughs> 社内なのに、社内なのに、<laughs> 社,内のに社内の SNS を招待制で始めて、 それの,あの結構ね、早いアーリーアダプターでクリス君がユーザーに入ってくれて、そう結構なヘビーユーザーになってくれたっていうのが最初のうなんですよ。これね、ちょっとね、あの実は、倉脇さんたちは Ruby on Rails であの、当時だからえレイ、そうですよね、Rails で作ってましたよね。そうです、もう Rails0.9 とかバージョンがね、まだ1.0が出てない <laughs> 時にやってました、ね、って,てで実は僕も当時、社内2としてまして、 同じタイミングで、ほ,ほ,ぼ,ほぼほぼ。<laughs> 社内ニート同士が。はい、社内ニートはちょっと意味が違うとかないです。ないや、と <laughs> あの、こっさらに、なんか、そんなことないですから <laughs> <laughs>。私もプロジェクトとプロジェクトの間でね、あったんですよ、そういう時期が。で、僕も実は、あの、おな、まあ。黒崎さんみたいなグランドデザインなくて、趣味で、その S. N. S. 作れないかなと思って。僕は java で。えっとね、当時、タペストリーっていう、なんか、フレームワーク使ったのな。 懐かしいですよね、使って,て、手元で作ってたんですよ、そしたらなんか、その、蔵貫さんたちがいち早く社内に出して、招待制でやってるぞって聞いて、あじゃあ、使ってみようと思ってですね、使ったという、で好き勝手、使ってました。こんなもんじゃないと思って、そうそうそう、そうよくできてるんですよ、写真とかね、つぶやきも、あつぶやきって書き込みできて、<laughs> でも、好き勝手書いてましたよね、蔵貫さん。いやー、好き勝手やってましたね、だから、あの招待制なんで、偉い人が全くいないので。<laughs> <laughs> 社員の、<laughs> まあ本当に言ってみたらもうその社内ニートの集まりみたいな <laughs>。すごくアングラで作って、アングラで作って、広め方もアングラで広め、広め方も広めして <laughs> いやでもね、あの、やって半年ぐらい経ったときに、あの、まあ要はみんなくだらないことをずっと書いてたら、招待制なんで、誰かが社長招待しちゃったんですよね。うん、当時の。で、あの事件がありまして。 あのでみんなはよく分からずに使ってたときに、社長が来ちゃって、で社長がこんにちはみたいな、ちょっと書いちゃったんですよね。あ<ー>で、そ書くよねっていうので、<laughs> でもそれ見つけた、なんか一人目のやつが、ちょっとおちょけたやつで、なんか、社長来たーって書いちゃったん <laughs> ですよ、<laughs> もうざわつきまして、ね、あの早急に僕はあの役員室に向かいまして、説明をして <laughs>。 いやあの多分その永山さんとかがイメージする社長、いろんな社長いると思うんですけど、その2000人ぐらいの規模の社長って言ったら、もう本当ね、結構な年齢も上の方ですそうそうそう。だし、みんな普段喋ったこともない人、ね、うそうそうそう、ね、<ー>人いう。いやー、マジでね、社長来たって書いたやつ、もう本当に肝冷やしましたよね。<laughs> <laughs> いや本当ね、なんか。 そういうい面白さが、まあ、そこで知り,あ知り合ったというかその利用させてもらってでまあその倉脇さんたちのことを知ってその部署にちょっと顔をあのぞきに行ったりとかちょっと交流をさせてもらいに行ったのが接点ですかねー最初の。 っていうのは全然ないですよ。なくてないですね。もう、倉崎さんがいらっしゃるところは、もう本当、エリートが集まる、もうなんか、すごい、できる方が集まるところで。はい。私はもう、末端社員なので、<laughs> いやいや,いやまあさっきあの、長山さんが部署。部署が違ったから、ね、<laughs> 長山さんが言ってた、社内認トの意味が違うだろうっていうのは、もう本当に言われてドキッとしましたけど。<laughs> <laughs> <laughs> なんで的確なツッコミって思いましたよね。うん。まあ、そんな感じで、えー、はい。知り合ったという感じですね。懐かしいですね。うん。懐かしいですね。まあでも、 なんか一緒にアプリ作ったりとかね、なんか企画、事業企画、ちょっとしてみたりとかをやって、そうですね、いや僕、だから、あの時本当に、あのー、クリス君といろいろ遊ぶのは楽しかったから、なんかちょっとあのまま一緒に起業しようかぐらいのちょっと空気感も、なんかあったりもして、そうですね、私がはてなに転職をして、1年後とかでしたっけ、あの、倉野さんが独立されたのは。2009年ですね。あだから僕、2008年入社なんで、そう、1年後とかですよ。うん、そうそうそう。 なんか一緒にやろうかなっていうのをやってたんだけど、やっぱり部署が違うとね、なかなか一緒に動けなかったり、時間が取れなくて。そうですね。で、うん、ね、クリス君も、まあ、社内で、こう、いや、次どうしようみたいなのを悩んでいる時に、そうなちょっとハテナに行ってきますみたいな。なえっつって。ハテナ、ハテナ行くことになったのつったら、なんか、いや、これから京都で面接がありましてとかって。<laughs> えマジで頑張ってきてっつって。っ戻ってきたら、あの、ちょっと飲もうつって。<laughs> 応援してね、行って、なん,なんか帰りかなんかに、メッセージかなんかもらって、倉向さん、なんかすごい辛かったんで、東京駅で飲みましょうみたいな感じで、<laughs> そうなんです。ね、飲んだ記憶がなんかあって、いや、どうしたクリス君とかっつって、いや、なんか、 パールでコード書こうと思って書いて持ってったら、みんないる前でコードリブされてみたいな。そうなんですよ、ね。<laughs> 辛い思いをしましたね。あんな目に遭うと思って、もう絶対落ちましたよとかつって、そ <laughs> うまあまあ、次があるよとかつって <laughs> 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 言ってたら、ね、受かってて。あそこでニヤニヤして、ね、クリスさんのコード見てたのは僕です。そうそうね。いや、そこですね。<laughs> <laughs> ニヤニヤしなニヤニヤしなそこでちょっとね、あのー、近くにいましたね。<laughs> そうなんです、ね。<laughs> なるほど。そういうことだったのか。そうなんです。 今でも覚えてますよ、新幹線にね、もうなんか厳しい、うん、あこれも落ちたなと思って、あの手応えもなく新幹線に乗っ,って、<laughs> 倉崎さんはメッセっておっしゃいましたけど、当時は多分ね、うん、携帯のメールですよ、うん、ガラケーメールと思いますね,んね、うん。すいません、倉崎さん、飲みましょうっつって。<laughs> はいあの もう大先輩呼び出して飲みました、ね、いやいや、うん、あん,なんかはてないってあんな恥ずかしめを受けると思わなかったいですけど <laughs> あの自分もやっぱ準備しなかったのが悪いので,で、ね、恥ずかしめとは思わないですよ <laughs> 恥ずかしめとは思わないけどやっぱこう何でしょうねあの胃の中の皮図鑑をあの時味わったんですよね僕はすごくねあのちょっと調子に乗ってましたねだからニヤニヤしてた長山さんはそう,そうなんだろうなと思っていやいやそっからそっから大躍進ですよ そうですね。ね<え>まさかこんなことになるとはね、思わなかったですけどね。ね<え>はい。で、今日はその、まあ、倉脇さんに、ちょっとこう、おっさん FM に出て、まあ、倉脇さんあれですよねあの、ソニックガーデンでも社長ラジオとかやられたりとか。あ、そうですね。はい、はい。していて、ちょっとこう、ね、おっさん FM も2022年にあたり、これまで呼んだことがない方にも、ちょっと声かけてみたいな、みたいな気持ちもあって、ちょっと、ね、<ー>声かけてみたんですけども。はい。ね、永山さん、なんか、はいます。 倉滝さんとどんな話しようかっ,つってこう事前リサーチをネットストーキングするけど <laughs> な全然情報がないですよね倉滝さんそのお仕事の話とかね、うん、あの書かれた本の話とかっていうのはもうどん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 出てくるんですけどこう趣味とかプライベートの話ってどん,などんなのが好きなのかなとか映画とか見てるのかなとかって探そうと思ってもう全然出てこないですよね <laughs> 全然出てこないですね <laughs> ねえいやほはもう、うん、そういう,こう自己ブランディング的なやっぱり こう謎にちょっと包んでるみたいな感じはあるんですかいやそれがね、あの、全然そういうことではなくて、ええ、あの、本当に日々日々つまらない日常を過ごして、なんていうのいや、よく、よく言うじゃないですか、Facebook <laughs> とか Twitter やっても投稿することないんですみたいな、<ー>インスタ始めても投稿することないんですみたいなことを言ってる人の気持ちがすごいわかる。<laughs> <laughs> 本当ですか, <laughs> ですか、そんなことないと思うけどないやいや、なんかね、本当に、こうなんか例えばこう,そうお再発明を、ね、出させてもらうにあたって、はい、過去の回をいろいろ聞かせてもらって、はい、あこれ聞いてると、あれですねその、勝手に親近感覚えてるんで、僕、今日中山さん、中山さん、初めてなんだけど、初めてな感じがしてないポッドキャスト、そういう、<laughs> そういう終わありますね。確かにうんはい いろいろ聞いてると、なんかドローンの趣味がとか、釣りのゲストが来てたりとかって、もうそれだけでなんか、何分も喋ってるじゃないですか、うん、あれ、羨ましいなと思って、<ー>あんな語れることないわっていうね。<ー>あそうですかでもあれですよね、別にあのずっと仕事してるわけじゃないですよね、倉野木さんあそうですね。なんか一応なんか 生活、ロボットじゃないんです。そうですよね。そう生きてるだろうと思ってますもちろん。生きては、生きてはいますけど。え、じゃ逆に、そのハードルを上げずに、その、お休みの時に、例えばどんなことされてるんですかああ、そうですね。もう、あの、本当に犬の散歩に行くとか。もう。いや、これもう、何、何言っても面白くないやつ。いやいそんなことないです。全然、全然。っていう日常ですね。あの、これ事前に、 アンケートというかハマってることな何かありますかみたいなこれが一番最初にいただいた質問というか話そうかみたいないやこれね僕この質問に一番いい答えられるのがないなと思ってハマってることそうね時々ね楽しいなと思ってちょっとやることあるんですけどその深みにハマるほどハマれないっていうか例えばサウナとかねはい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 サウナ好きで。 ね、流行ってるじゃないですか。うんうん、で、流行ってるから僕も好きで行くようになって、うん、まあ楽しいなみたいなのがあるんですけど、これ、語れるほどないなないいみたでもあれですよね、いわゆるそのサウナ好きな方が行く、うんうん、その、整うという状態とかは、楽しまれてるんですよねはいはい、はいあ。そうなんですよ。でもこれ、詳しい人は詳しいじゃないですか、めちゃくちゃ。その人が、ね、いるのに、うん 私ごときがね、<laughs> サウナ語れないな、みたいな。なんかね、浅いんですよね、僕ね。その、で、すぐね、うん、飽きちゃう。あの、だから仕事だけですね、もうずっと続けられてんの。いや、なんか秋っぽいって感じです、ね、秋,秋っぽい。なんかやって、この間、1ヶ月ぐらいブームだったのが、あの、家の DIY。 おお、あの、YouTube 見てたら、なんか、掃除をしたついでに、家の DIY ま, <laughs> までするみたいな番組、チャンネルがあって。えー、すごい、面白そう。そう、見てるとね、すごい面白くて、いや、これもしかしたら自分もやれんのかなと思って、<ー>ちょっとなんか、あの、試しにホームセンター行って、買ってきて、<い>まあ結構道具揃えて、<い>で、家のキッチンの、その、なんていうか、棚みたいなやつの、<い>まあ色を塗り替えて、<い>ガラスに、まあ、細工してみたいなのを、 なんかや,やれそうだなと思ってやってみて、まあなんか不器用なのかやってみたら面白くて、あの、いや面白いなと思ったんだけど、なんか1ヶ月ぐらいしたらもう DIY 熱が冷めちゃって <laughs> お<う>、今道具だけが置いてあるみたいな。<laughs> <laughs> まあでもそのなんか、面白そうと思ったことを、とりあえずやってみるところまでの熱量は持てるってことですよね。うんうん、ああ、そうですね。そうですね。<う>あの、非常に浅い状態でいろんなものにやって、 こうはまりはまりきらずにこう飽きちゃうみたいな感じなので<ー>いやだから、ね、なんかねこうでももう僕今四十七なので、はい、ちょっとそろそろなんかしっかりはまるものがないとなんかこの先よくねよく趣味な趣味がないとみたいな話するのでなんかちょっとこういいいい趣味をねあ,あなるほどねちょっと今日なんか教えてもらいたいなはいいやでも ね、山さんその DIY やるって結構大変ですよね DIY は結構趣味としてはなかなかやっぱ準備もしなきゃいけないし、うん、それ1ヶ月もやった,ややったんだったら、うん、いや逆に DIY 好きな人ってそんなに年中やってるんですかってちょっと思って。 たりもするんで確かに YouTube とか見てね、めっちゃやってる人、日本でもトップレベルみたいな感じになっちゃうから、インターネット見ると、目立ってる人たちは。それと比べたら、もちろん誰もね、そうそう、中途半端になっちゃいますけど、倉崎さん、前なんか喋ってたときに、料理はしてるって言ってませんでしたっけそうですね、料理も、いときこってやってたんですけど、最近もたまにあるんですよ。たまにあるんですけど、なんだろう、それを語るほどやれない、やってはないですね。 もう、でも、なんでしょう、作ってるものが凝ってるとか、変わったものを作るとかもないですかうん、そう、最近はね、もう普通に、本当になんかちょっと美味しいパスタ作るみたいな感じの、こう、やり方しかしてないですね。うん、なんか、そういう意味だと、あの、本当唯一続けてるものは、うん、あの、ドラマの孤独のグルメって知ってますね。知ってます。 俳優さんがご飯だけ食べるだけのドラマなんですけど、あれがね、大好きなんですよ。おー。で、あの、悟郎さんっていう主人公がずっとご飯食べてるシーンを見てるだけなんですけど、あの、一時もハマりすぎて、あの、何週も見てるんですね。<laughs> シーズン8か9ぐらいまであるんだけど、シーズン1からずっとリピートし続けて、な,なるほど。はいはい。なんだったら、ちょっとあの、仕事中に、 こうなんか仕事するときに横に流してるぐらいの、GM で流すぐらいのぐらい、なんか安心できるんじゃないですか。全然サスペンスも何もない。ただご飯食べる。ご飯食べるのは好きなので、ご飯食べるのは好きなんだけど、あんな食えないから、あれ見てて満足して、たまになので僕も外食、一人で外食して、お店を探して、ちょっと孤独のグルメごっこみたいな。おいいですね、それ。それはね、 ずっと続けてますねそれいいじゃないですか。僕、うん、のグルメごっこめちゃめちゃいいですね。うん、それ以上いけないって言ってたでしょあのそれ以上いけないって,って。<laughs> 名シーン名シーンで、ね。うん、<laughs> えー、あでもそれはね何でしょう年取ってからでも続けられるし。うん、いやそうっすね。あ,のあとは地方に、まあ、最近は行けてないですけど地方に出張に行くことも多かったので、うん、その地方に行って地方 で、<ー>こう、ちょっと小汚い店に入るっていう小いて非常に勇気のいる。わかりますよね。わ <laughs>、うん、かります。わかるわかる。街 <laughs> の,町の本当にこう、地元の定食屋さんみたいなところとかね。いや、そうそうそう。いや、でもね、あれは大正解になるケースと大失敗になるケースしかないので、<あー> <laughs> ハイリスク入りなんですね。ハイリスク入りーンで、すごくね、良い、良いですよ。ちなみに、その、勝率とかどうなんですかそのやっぱり回数重ねていくと、わかるもんですか、うん、これは当たりの方だなとか。 ありますよ。あの、結構ね、当たりの店と、そうじゃない店は、うん、今も、そうだな。まあでも、4割ぐらいかな、勝率。結構、<え>まあ負け、負け越してますけど負け。負けてるじゃないですか。<laughs> いやいや、これはね、これはね、あの、ドラマだからね、あれ、毎回当たりの店行くだけで、現実はね、そんな、あの、簡単じゃないです。そんな簡単じゃない。<laughs> <laughs> ちなみに、4割勝ってるうちには、あれは入ってるんですか、うん、その、なんか、要は、普通というか、うん、まあ、 まあかもなく、不可もなくはどっちに入ってるんですか、まあ、勝ち負けで言うと。あ、かもなく、不可もなくはね、勝ちですね。それで、それで4割なんだ。は,んだはい。あのー、いやー、辛かったな、みたいな店も、まあまあ、まあまあある感じ。辛 <laughs> <laughs> かったってどういうことですかと飯食いにって言うんですよね、うん。いやいや、あのー、ま、あの、そうですね。こう、ご飯は食べれるんだけど、うん、その、なんかたまに、こう、 店員さんとマンツーマンディフェンスみたいな店になっちゃって。<laughs> は,は,はいはい。で、話しかけてくれたらいいんだけど、それもないってなると、ちょっともういたたまれないみたいなケースがあったりだとか。かご,ご飯の味というよりかも環境的なところ、うん。そうですね。僕はあの環境とかが結構大事なので、あえてで食べログとかはもう何も見,ず,見ずにいろいろ行くんですよ。へえ<ー>。はい、自分でそこ,こうそ,うでそうです、そうです。に行って、 そう,ね、そうです。で、地方行っても、大体その地方の名物料理の店にはあんま入んないっていう。お<ー>あ<ー>あ。え、名物料理の店入んなくて、うん、ほんと地元の小汚い定食屋に入っていくみたい <laughs> な,な。小汚なくはない。小汚なくないところもいっぱいありますよ、もちろん、ね、<laughs> あの、味があるところももちろん味があるところにはい。はい、いや、それはすごいな。で,で、あの、まあ、当たりっていうか、良かったなっていうところは、あの、やっぱりその、 なんかそういうのあるとまあちょっと一と言二言でもあるとこうほっこりしていけるとかなんかそういうのは結構ありますね。なるほど。<ー>え。えっ、浦さんはそこはあれですかその,、まあ、だその話を聞いてると料理の味とか、まあ、名物も食べないわけだし料理の味とかっていうよりかは交流というかお店の雰囲気の方重視で結構あ。もちろん味もね味も重視をしてますけど。 あの味と雰囲気、両方ですね、なんか味が、味だけが良いっていうところは、そんなにう、うん,うん、ないでしょうね、それはないでしょうね <laughs> あの、まあ、これね、味だけのところは、一人で行ってるのであの、美味しい感動はあるんだけど、誰とも分かっちゃいなすて、めっちゃうまいじゃんってなるこあれはしないです答え合わせというか、行ったあと行く前の食べログとかのチェックはしないけど、行ったあとでチェックはしないですか。ああ、それもね、しないす、ね、しない。 ああ。うん、孤独のグルメだ。もうすげえ。まさに。うん、え、倉崎さんそれよ、すごい立派な趣味だし、ちょっと変わってますね。本当ですか<笑><笑>あ本当ですか,ですか、うん、それ、裏ブログがそれにもし仮にあったら、うん、めっちゃ面白いと思います。<laughs> 孤独の蔵抜きのグルメみ、うん、たいな。いや、大体一期一会でね、あの、もう、一回行ったら二度と行かないっていう感じで。<laughs> 二度と行かない <laughs>。 二度と行かないとか。そでもそ二度と行けない、ね。なんだろう、4割勝った中でうん、うん、もう1回ぐらいは行ってもいいかなっていう店はありましたああ、そうですね。いやでもねあの、ありますよ。ありますもちろんもちろんあの。やっぱりギャップが大きかった店は、あのもう1回行ってもよいかなっていう。ギャップあの以前ね、まあ、最近で言うと、あの国立っていう町に、はいあの、私、あの 自分の会社じゃなくて、もう一個、クラシコムっていう会社の社外取りをさせてもらってるんですけど、そこの取締役会が国立にオフィスがあるので、で、取締役会に行こうと思って、で、お昼、お昼をちょっとご飯食べてから取締役に参加する。国立の街をふらふら歩いていると、こう、お店がね、なかなかいいお店ないなと思って、一軒だけ、あの、路地裏みたいなところに、あの、スナックの看板の上に、上りで定食やってますって。ああ、なるほど。<laughs> <laughs> そのスナックっていうのが、まあ、よくある、その紫のちっちゃい、こう、地面に立ってるね、看板みたいなやつで、もう昭和な感じなんですよすでもね、見るからに民家なの。建物自体は民家で、なんか上に人が住む、2階人住んでる感じで、で、扉があって、でも、あの、スナックなんちゃらみたいな、なんか書いてあって、転職これ、これチャンス、ワンチャンあるなと思って。<laughs> これ行けたら俺ちょっともう、もう一段レベルアップできるなと思って <laughs>、うん、もう、マジで勇気持ってドア開けたんですよね。<ー>民家っぽいところのドア開けたら、あの、いきなり階段、地下への階段なんですよ。え一階じゃないのと思って、まあ、その時点でもうちょっと、あの、扉閉めようかなと思ったんだけど、<laughs> うん、あのー、 うまいこと、あの、扉にカランカランって音がついてて、あの、下のところで、はーいって声が聞こえちゃった<ー>。<laughs> ので、ああ、これもちょっと行くしかないなーって、階段降りてったら、あの、マジでおばあちゃんが一人でやってるスナックみたいな。<ー>カラオケスナックって昔のね、はい、ある。なんだけど、あの、私以外に二人ぐらいもサラリーマンみたいな人がご飯食べてて、<お>あれもしかして人気みたいな。<ー>で おばあちゃんみたいな方が、おばあちゃんって言ったらあれですね、そのレディ、レディがね、<laughs> そこそこの年齢いたレディが、あの、ご飯を、まあ出していただいて、あの、ご飯は自由に、じゃあから自分で継ぐっていうスタイルいいすね実家かなっていう。いいな。で、ご飯、でもね、あの、美味しく、普通に美味しい、美味しいご飯で、はいはい、あの、何があれかって最後帰りにね、あの、お兄ちゃんありがとうつって、あの、 お菓子もらってね帰っ,たって帰た <laughs> お,<う笑> <laughs> おばあちゃんのパタパタ焼きみたいな <laughs> お菓子もらって、えー。<laughs> あれはなかなか趣のある店でしたね。いや、その民家みたいなドア開けて、近いの階段ってもう完全に藤子不二雄の中、ちょっとブラックな漫画みたいな。いやいや、本当ね、本当そうですよ。<laughs> よく行きましたね、そんなとこ。よく行きました、僕も。うん、ちょっと慣れてくるとそこ、そういうところにもね、行っても、えー。<laughs> <laughs> <laughs> まああの行って後悔後悔することも多いからあ,のあんまおすすめしないですけど <laughs> す、ね、かなり上級な感じの趣味ですね,ねいやこれはさん、ね、さっきなんか最初の方で言ってた言ってましたけどこれは立派なあれですよね、うん、趣味というか語れる話ですよですこれ、うん、いやえちなみに行った先とかをメモってたりとか,ななか、うん、記録に、うん、自分だけの記録に残してることもはしてるんですかか、うん、それも、ね、してないからないらんか ちょっっとすらしても良いいかなって思,い思い始めました、ね、<ー>うんあの結構記憶から消したい店も結構あるので, <laughs> で <laughs> ああ一食失敗したなみたいな時はまあある <laughs> いややっぱ倉石さん面白いですねやっぱアグレッシブですね、うん、そんなところになるほど僕もなんかでも一時期京都のこうバスエの感がある飲み屋さんとかバーに、うん あのガチャって踏み込む京都はありそうですね。うん、のし、まあ、趣味というか面白がってやってた時期があるのでなんかこう共感はしますね。<laughs> <laughs> なるほど<や>そうか。うん、ってやっぱりこう入ってもう入んなかったらよかったなみたいなもういっぱい飲んだらすぐだよみたいな店もあるしその後も何回も行くようなお店もあるしあなんか分かるなその開拓開拓者精神ですね。なんかね僕ももおお酒酒飲飲むのでお酒だけ飲みに 行くとお店の人とねやっぱり仲良くなれるとやっぱ嬉しいんですよね。ですよね。し何がいいってあの私のこと全く知らないのでんか僕も適当なこと言って「あのいや昨日仕事だったんですよね」とかって言って全然仕事じゃないのに仕事できたふりをするとか勝手に自分の設定を作るって話をするんですよ。<laughs> <laughs> それがね、あの、もう自分が、自分のことを何者も知らない人と、そうやって話せると、あ<ー>これは結構ねあの、気が楽で、なんかやっぱり、あの、仕事のお付き合いとか、まあなんか今後ね、お付き合いあるかなっていう人とはあの、そんないい加減なキャラクターではいけないじゃないですか。でもあの、その一期一会の飲み屋さんではもう本当にいい加減なキャラクターでいけるっていうのがね。いや、そうか。 <laughs> 気持ちが楽で楽しいですよ。<laughs> それは確かに <laughs> その時。その時を楽しむっていうあ。あそうです、その時を楽しむ、ね、っていうことですね、うん。いや僕はそういうとこね、ちょっといけないんですよね。まあ、年齢を、<laughs> もう40超えて、ちょっと緩くなってきてる部分はあるんですけど、うん、まだちょっとそこまでね、と踏み込めないですよね。あ、本当、うん、いやいや、一回体験してみると、あの、 楽しくなりますか全然知らないレゲエバーとが行くと結構面白いですよ <laughs> レゲエ全然普段聞かないんですけど <laughs> もうめっちゃレゲエが好きな人っていう体で扱われるんであいいねいいねなんかあのうちの近所にもうね今やってないんですけどすごい京都でも人気の人気というか名物スポットがあったらしいんですよ <えー S 1> そのおばあちゃんが一人でやってるお店みたいな <うん S 1> ああ <ー S 2> 長山さん多分知ってると思いますか。はいはい行ったことありますよ。あ、行ったことありますええ。なんか行ったことある人に聞いたら、おばあちゃんが一人でやってるから、ラーメン注文すると、運んでくるまでに伸びてる。でもそれが美味しいっていう。ことをと聞いて。それ、まあ、まあ持ってるけど、まあ、やっぱりそのおばあちゃん、おばあちゃん見に行くって感じですよね、やっぱりね。ああ<ー>。うん、そうなんだ。いや、なんかもう、そうそう、なんかそういうのがね、ちょっとね、いや、そろそろ楽しめなきゃなと思いますけど、 そうか、まあ、でも倉きさんの話を聞いてちょっと4割ぐらいの勝率でいいんだいやいやあのもうね失敗失敗すると思っていったらいいと思います <laughs> ね,そうね失敗すると思えない <laughs>、うん、バッターボックスに立つっていうのは大事だと思います、ね、そうですね <laughs> バッターボックスに立つ 経つかまあわ、まあまあ、かりました京都はでも、うん、あの探すとこれどうやって営業,営業許可取ってんだろうなみたいなお店結構たくさんあるんでん<お>面白いっすよ店の佇まいかってことですね <laughs> うんもうそうだしいやあのいろいろ内容も場所とかあ場所とか、うん、ここ店立ってんだみたいなあ<ー>とことかね 実際もうなんかちょっと去年か一昨年か忘れちゃったけどそれでいろいろななんか立ち退きでなくなっちゃった店とかありますからね <laughs> <laughs> いやーそれはね本当一期一会なんで、うん、見つけたら入っておいたほうがいいんですねかりますいやでも倉木さんのそのいや全然その趣味行けるますねって話は分かったんで,ですかこれはそうですねだから他の人で行けないですよねそれはそうですよだから一人で行くからこそ,そう 一、ね、人で行くから、そう、一人で行くから失敗しても良いんですよ。あー、あ<の>そうか。いや、だからこれ、クリス君と、じゃあ、京都で、あの、クランキさん、クランキさんの行くような店連れてってくださいよ、とかって言われても、絶対嫌だ <laughs> <laughs> その、いや、その、失敗をね、噛み締めるのが、こう、自分一人だったら、こう、な噛み締められるんだけど。<laughs> 他、他人を巻き込んでしまあ、う他人を、これはね、これは他人を巻き込めない趣味ですね。まあ、確かに。面白い。面白い。<laughs> なんだこれ。<laughs> 面白いしやっぱりちょっとあの別にそ店がどこかはいいけど。 どんなことがあったかは書き記しておいてほしいですね。いやそうね、ちょっとエピソードとし何かの時ここはこんなことがあったっていうのを知りたいなと思いました面白いや、なかなかね、年初から貴重な話は聞けましたけどいや、本当に本当にこの年初っぽい話はなくてこたつに入って聞いてるような感じでいいですね。 22年にねいろんな店に入っていくと思いますよこれそうですね皆さん <laughs> 孤独のグルメごっこっ孤独のグルメごっこってのはい、と言ってたら時間が、えーはい、あっという間にですね<あ>もうね来てしまいましてあのまたあのあ、えー、次回も引き続き倉貫さんには登場いただきますけども今週はですねこの辺りとさせていただきますねちょっとね今日はあの、はい、謎に包まれてた倉貫さんのプライベートがちょっと一番 見ることができて、<laughs> もう謎が深まったと思います。も言います。確かに <laughs>、確かに、うん、いや良かったですよ。<laughs> はい、ダナの次週もよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。ということでえ今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。また来週お会いしましょう。さよなら、さよなら。